皆さんこんにちは、 TPK です。よろしくお願いいたします。さあ、ということで今回は大型自動車でのコース走行攻略編いきたいと思います。大型免許っていうのは教習所で取る方もいらっしゃれば、免許センターへ一発試験で飛び込んでいく方っていうのもたくさんいらっしゃいますよね。そんなあなたにぜひこの動画見ていただきたいと思います。もちろん教習所に行っている方も参考になると思いますので、この大型自動車でのコース走行の攻略ぜひ見ていただいて、今後の免許取得の参考にしていただければと思います。それでは早速本編いきましょう。あらゆる道交法を知り、交通社会に平和が訪れるために語る、トラフィックプロフェッサー K。 それでは大型自動車の試験コース攻略移っていきたいと思います。ポイントは合図のタイミングや周囲の状況の確認、そして運転操作ですね。ざっくり言うと確認と操作になります。そこに注目して見ていただければいいんじゃないかなと思います。それじゃあ行きましょう。さあ、それじゃあまずエンジンをかけます。ニュートラル、サイドブレーキかかってるかチェック、エンジン始動、発進の準備いきます。セカンド発進です。サイドブレーキを下ろします。左後方の安全ももちろん確かめつつ、右後方の安全も確かめつつ合図良ければいきます。もう一度周囲の安全を確かめて発進。ここでですね、ハンドル右に切るので、左後ろリアが大丈夫かどうかも気にしながら発進をしていきましょう。大型トラックは特にリアへの神経をね、常に張り巡らせる必要があるかなと思います。さあ、カーブ曲がった後、指示速度40キロです。このカーブで勢いつけすぎないようにしましょう。だいたい指示速度の手前はカーブですからね。ここで勢いつきすぎて、横揺れさせるわけにはいきません。さあ、直線40キロまで勢いをつけていきます。さあ、40出たら、すぐに次のカーブに備えてブレーキですね。カーブまでにブレーキと減速チェンジを終わらせる。できればクラッチもつなぎつつ、もしくはつなぎ終わって軽くアクセル一定スピード。特に大型車は重心が高いですから、特にスローインフラットアウトが極めて重要になってきます。次のカーブの左前方へ車線変更していきますので、後ろの把握をした上で左合図、左のミラー目視で確かめます。良ければ行きます。行きますというのは車線を変えるということですね。さあ、カーブを曲がったら踏切になりますね。こういった緩いカーブなんかでもラインが乱れないように注意が必要です。踏切手前で確実に停止、セカンド、窓を開けて音が聞こえるように確認していきます。動き出して踏切の上でね、カンカンとなってもそのまま突っ切っていきましょう。踏切の上で止まるわけにはいきません。坂道の途中で止まって坂道発進をします。サイドブレーキ使う使わないはどちらでもいいです。30センチ以上の後退、50センチ以上の後退、1メートル以上の後退でそれぞれ減点が変わってきます。さあ、後ろの把握をしつつ発進。さあ、勾配の急な下り坂ですね。 12% となってます。クラッチをつなぎ切った状態で降りていきます。 10% 以上の急な坂になると徐行場所になりますから気をつけてください。坂を降りた後、こちらのコースはですね、直進という扱いにこれなるんですね。なのでこの優先道路を横切る形で直進していきます。一時停止、良ければ発進。さあ、このまま直進していきまして、信号左折していきます。後ろを把握した上で左アイス、左ミラー目視。これ寄せすぎても左折の小回りがしにくくなりますから、おおむね1メートル以内ということで、まあ、70センチか80センチのようなイメージですね。でもちろん行き先の右折レーンに車がいるとこれ左折できないので、そういう場合は左折手前で止まっておく必要があります。で、左の後輪を縁石に沿わしつつ、左の後ろだけじゃなくて右の後ろももちろんチェックしておく必要があります。さあ、突き当たり左に曲がります。勢いつけてサードに入れちゃいましょう。後ろの把握しつつ合図、左ミラー目視、まあ、寄せ具合ですね。まあ、70センチ、80センチ開けておこうかと。まあ、今回の場合、左側の R が緩いので、まあ、ギリギリまで寄せちゃってもそんなに心配ないかな。なんで、左折するその R がどれぐらいの角度かによって寄せ具合をいかに変化させられるかですね。今回の左折は若干この縁石が、R が緩いカーブっぽくなってますので、こんな風にギリギリ攻めちゃっても大丈夫ですね。曲がり終わるまであまり勢いつけすぎないようにしてください。後半で膨らんでしまうと、やはり左折大回りという減点されてしまう可能性があります。
で外周ですね、この左カーブで何気なく縁石に左後輪が乗っかる可能性があるんで注意しましょう。ずっと等間隔のスペースを左側作っておくイメージですね。後ろ把握で右合図、右後方確かめてから障害物を避けます。そして戻る合図、戻っていいかどうか左後方確かめて戻ります。どこのコースでもそうですね、外周の左カーブっていうのはセンターラインを越えてしまう可能性がありますので、物理的にですよ、これ仕方がないので、対向車がいるかどうかですね。さあカーブの後左折しますので合図や左後方チェック。さあ2つ目の交差点左折しますので、この寄せ具合ですね、この左折の R だったら私は左側のスペースはこんな感じにしておきます。でグッと落とし込んで左折をしていきます。左の後輪をグーッと落とさない程度に絡めつつ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 最後まで絡めつつ OK。 信号左に行きます。後方の把握で合図、左後方確かめて寄せ具合。この交差点の R も比較的緩やかなので、うっかり寄せすぎてもさほど問題はないでしょう。交差点左右も確かめつつ巻き込み確認、右の後ろも OK。 さああとは左の後輪把握しながら、突き当たり右に行きます。後ろ把握と合図、右後方確かめて右側に寄っていきます。さあ見通しが悪いんですね。最徐行、右左、左後ろ OK。交差点の中心のすぐ内側を徐行しつつ、途中でサードに入れるのもありかなと思います。さあこのままカーブを曲がっていきます。スローインフラットアウトの徹底、このカーブ注意下に重心を横にフラフラさせないか、多少メリハリをつけていきましょう。カーブまでにスピードとギアを落としておく、アクセル当てて一定ペース一定ペース、この一定ペースでいかにこの大型車をフラットに曲げていくかっていうのが腕の見せ所ですね。このままこちらのコースはぐるっと回っていきます。さあメリハリをつける、アピールするところですね。スピードを落としつつギアも落とす、一定ペースでフラットで曲がっていく、左側を落とさない、はみ出さないように曲がります。さあカーブの後右折で S 字に行きます。後方把握、右合図、右後方確かめて30メートル手前ぐらいで寄せます。そのカーブの後は S 字なんですね。なんで右の後輪がカーブの右のラインに沿うように行きます。右のミラー見るとこんな感じ、くー絶妙ですね TPK。 さあそれでは右折で S 字に入っていきますが、前方ですね、ゴムパイロンが立ってますが、これはちょっとコースの都合上今立ってます。で本来は倒しているので、まあ、今回の動画は当たってもこれは本来はないものなので、当たるわけがないと思ってこの動画を見てください。ちなみにこのゴムパイロンは中型トラックの際は立てている状態になります。後輪を助けるためにいかにフロントをですね、前に前に押し出してやるか、もちろん左のミラーがパイロンではない、左のミラーがポールに接触したらこれは不合格になります。接触事故、物損事故になってしまいますので、ずっといい感じでハンドル量が収まってくると、こう本当調節レベルでほっとけばカーブ曲がってくれますよね。さあ今度は右へ右へ頭を出して左の後輪を助けます。もし行けるようであればクラッチを上げ切ってあげた方が車には優しいですね。出口右行きます。ここで一旦クラッチを踏んで出ていいかどうか周囲を確かめます。右出て外周道路に行きます。なんでこれ一応右折して左折からここで左足出します、はい、で左の後輪が脱輪しないように意識しながら、さあカーブまでに落として、
徹底したスローインとフラットアウト、対向車いませんね。さあ前方左折をしていきます。後方把握で左合図、左後方確かめて軽く寄せます。これ寄せすぎるとね、今回の歩きついので、これぐらいかな、これでもちょっと寄せすぎかな、でもあんまり離れるのもね怖いので、でグッと落とし込んで右後ろチェック、左側の後輪をいかに縁石に絡めて絡めて絡めて、えいって感じですね。ぐーっと小回り小回り、もうこれが限界でしょう。で信号まっすぐ行きます。左右の安全確かめて突き当たり右に行きます。後ろ把握で右合図、右後方確かめて、まあ、交差点なんかも気をつけながら右折レーンに入っていきます。左右の安全を確かめつつ中心の内側、発着点に帰ります。後ろ把握と合図、左後方確かめて、さあ最後発着点、指定された指示された番号までには左寄せは完成させておくといいでしょうね。で最後フロントを指示された番号の前後30センチ以内に一発勝負で仕留める。止まりました。ニュートラルサイドブレーキ、エンジンを切ってリバースギア、まあ、リバースギア入れてからエンジン切ってでもいいですよ、まあ、エンストだけ最後しないように気をつけていただいて、でベルトを外して、後方を確認して降りていく。降りるときは背中側を外に向けて降りていく、こんな流れで、いかがだったでしょうか。今回のコース取りはあくまで私が考えたコースです、まあ、うちの教習所のコースをベースにちょっと見通しの悪いところ2回行きました。見通し悪いところというのは非常に重要なポイントになるので、一応2回通ったという考えです。でこの私が今回紹介した中で後方確認合図、左後ろ確かめてみたいな言い方してましたけれども、まあ、他の動画なんかでもコメント見させてもらってますと、合図の前に目視が必要なんじゃないかとか、合図を出す前にこういう確認した方がいいんじゃないかという意見があります。ただここはですね、もう考え方がいろいろなんですよ。ただ車の運転に関する教則、まあ、免許取る方で言えば学科教本ですね、この教則の100ページに安全確認の方法というのが載ってまして、こんな文章になっています。運転中は前方だけに注意を集中することなく、絶えず後方や側方などの状況も掴んでおき、進路変更など運転行動を変えたりするときは他の交通に危険を与えたり迷惑をかけないようにしなければなりません。そのためにあらかじめバックミラーなどで安全を確かめ、方向指示器などにより合図をし、もう一度安全を確かめてから行うようにします。なおバックミラーに映らない部分がありますから、その部分は直接見て過去目視して安全を確かめます。こんな文章が載ってるんですね。なのでポイントは他の交通に危険を与えたり迷惑をかけないようにしなければならないので、あらかじめ安全を確かめてから合図、もう一度確かめてから行おうね、なおバックミラーに映らない部分がありますから、その部分は直接目を向けて確かめようね、こういう言い回しになっている。なのであくまでウィンカーを出す前に目視しないといけないとか、そんなルールは一切ありません。あくまでポイントは合図を出す前に安全確認、そして合図再確認行動、もう一度言います、安全確認合図再確認行動、この流れになるんですよね。この安全確認の方法に目視を必ずしなければならないとか、そういった規定はありません。なので私は、こういう言い方をしましたね。後方確認合図、左のミラーや目視で行動、これで一応規定を満たしている、減点することができないはずなんですよね。あくまでミラーと目視で行動する前に確認をしています。ルームミラーやサイドミラー、目視、この3点確認をそつなくこなしていく。なので、まあ、私個人的にはですね、今回言いやすいように後ろを見てから合図なんて言いましたけれども、現実私はルームミラーとサイドミラー、つまりミラー全般を見てからウィンカー出して、もう一度サイドミラー、最後に目視して行動、このようなスタイルで運転しています。まあ、目視ってのは非常に重要なんですけど、あんまり2度3度やるとかえってこれは、まあ、脇見運転に近くなってしまいますので、ミラーの弱点部分ってもう本当にね1箇所ですから、そのミラーの弱点部分にいるかいないか、どういう状況かではなくて有無を確かめるだけなので、一瞬見ればもういるかいないか分かりますから、その一発の目視で安全確認をしとめていただく。普段から運転中ミラーを頻繁に見て交通状況を把握して、目視を最後にして、そこがクリアであれば進路変更する、そんな考え方でいかがかなと思います。
今回の動画いかがだったでしょうか。大型免許を取ろうとしているそこのあなたのこれからの運転の試験の少しでも参考になれば嬉しく思います。それでは免許試験頑張ってください。以上 TPK でした。月の輪自動車教習所の公式チャンネルを登録して TPK の活躍を応援しよう。